この調査費の予算のこの決裁だとか計上だとかのところで、昨日道路局長はこの予算の計上について、塚田副大臣からとから指示を一切受けていないというね、そういう答弁をしているんですが、今の話だ、今の、ね、説明だと政務三役と相談した上、国土交通省で決定をしましたと、前回もそう答えてるんですよ。そうやって答えてるんだけれども、国会の答弁で道路局長は一切この件について話していないという、そういう答弁してるんですが、この下関北九州道路について、じゃあ局長は聞かなかったのかもしれませんが、担当課はもう含めて、副大臣から指示なり、またこの件について話があったということもないということなんですか、それとも担当課は実は指示を受けてたということなんですか。まず最初に私がこの14番についてご説明したところで繰り返しますと、道路局で案を取りまとめて政務三役に説明をしというような形で、あと関係省庁と協議した上で国土交通省として本件の直轄調査の決定をしているところでございます。で、昨日道路局長の方がですね、国会でお答えたしたことなんですけど、ちょっと今正式な議事録がないので、聞いているところは直轄調査の予算の計上にかかる、指示が、当時の塚田副大臣からはなかったというふうに、聞いているところでございます。いや、これね、いや指示はないと言ってるけど、この14ページでもう塚田副大臣言っちゃってるじゃないですか、これマスコミの前で。14ページここでね、早く国で引き取って施行に向けて進めてほしいということを吉田参議院会長に言われてね、もう塚田副大臣はマスコミの前でオンでね、地元の調査結果をしっかり受け止め、前向きに検討していきたいと、指示も、クソも、クソっていうのはよく、指示というより、そもそもこの場で前向きに検討するって、言明してるじゃないですか、この場所で。もう、それでマスコミが退席した後ね、もう話早くて、マスコミの前で前向きに検討すると、副大臣、道路担当の副大臣が言って、マスコミ退席してからね、今後のことはいつぐらいに対外的に言えるのが年度末になると。もうこの時点で、もう前向きということは調査しつきますよと、そのただし今は言えなくて発表は年度末ですよって、もう副大臣同席のもとここでもう決着してるんですよ。これが指示なんじゃないですか。これが指示じゃないですか。もう前向きに検討したい、担当課も聞いてたんでしょ。この発言を受けて動いたってことじゃない。この発言は関係ないちょっと発言に関しては私同席しておりませんので、すいません、メモ以上、昨日も付け加えることはないというふうに聞いております。いや、発言について同席していないとか関係なくて、これは国土交通省の行政文書なので、国土交通省としての方針が書かれている文書であると。したがってね、その直轄調査に格上げをすることについては、年度末になったら正式に言ってもいいよと、なぜなら実施計画で決定するからと。ただし、直轄の調査に格上げをするという方針はこの時点でもう決定しているわけですよね。方針は繰り返しになりますけれども、去る3月8日にですね、福岡県、山口県などの調査検討会が開かれまして、そこで調査検討の結果が取りまとめられたと。それらを受けて我々、国としても、高度な技術力を持ってですね、直轄調査が必要だと判断した上で、その案を道路局で取りまとめて、政務三役にも説明をし、関係省庁と協議の上で、直轄調査の方針を直轄調査を決定したものであります。ちょっと待って、取りまとめられたのはいつでおっしゃったんですか。3月8日に調査報告出たから決めたって言ったけど、違うんですよ、事実は。これね、繰り返し言いますよ、ここに書いてあるじゃないですか。もうこれね、道路担当の副大臣がオンで前向きに検討していきたいということは、これ国土交通省の正式見解ですよね、個人的見解じゃないですよね。これでおまけにオフというか、マスコミ退席の後年度末には対外的に言うって、この時言ってるじゃないですか。だから3月8日ははっきり関係ないんですよ。つまりね、
もうこれ話明らかで、10月25日に総理からしっかりやってくださいと総理から指示があった。10月25日に、この前日の19日には麻生財務大臣からもしっかりやってくださいと、総理、地元の総理大臣と地元の財務大臣から指示を受けて、もうこの12月20日に前向きに検討するという結論を出してるんですよ。ただ発表するのは年度末だと。だからその後3月地元の調査結果を受けて検討したって事実と違うんですよ。それはもう、まあ、バレてるんですよ。もうこれバレてるんですよ。調査費の計上を決定することと直轄調査にするという方針を決定することとは別なことですからね。だから方針を決定しているのも去年の12月20日より以前の段階ですよね。だから道路局長さんが年度末になると、いつぐらいに言えるのかと聞かれて年度末になるって言い切ってるんです。年度末になるだろうとか、年度末にしたいとかね、年度末には間に合わせたいとかね、そんなこと言ってない。年度末になるって言ってる。これは国交省の行政文書ですから、決定事項として発言してるんです。道路局長がその方針はいつ決まったのかということを聞いてるわけです。方針はこれより以前なんですよ。方針はこれより以前なんですよ。道路局長はその前に必要性ははっきりしている道路と、で調査結果が出る前にも自分で必要性ははっきりしている道路って言っちゃってるんですよ。調査のその3月の調査報告書が出る前にね、去年の12月なんかで聞いて、ちょっと聞いてで答えて、この要望を受けるにあたって塚田前副大臣と道路局長らが打ち合わせをしていると思うんです。打ち合わせをしていると思うんです。要望に向けてその打ち合わせの記録があると思うんです。その打ち合わせ記録ちょうだい、出してください。確認させていただきます。それ廃棄してたら公文書管理法違反ですからね。で、文書作成してなくても公文書管理法違反だから。国の直轄事業直轄で調査するわけでしょ、ね、で地方が、調査してる中では、その道路建設のスキームはいろいろあると、ね、その PFI 方式もあるということで、石井大臣はじゃあそしたら地方の調査に国がお金出しましょうっていうのが私も質問した時の答弁やったんですよ。今度ね、その副大臣は引き上げたって言ってるんですよ、直轄に。で直轄に引き上げたということは事業主体は国がやるってことになるんですか。そうそう、事業主体も含めてこれから調査の中で決めていくということ。国が直轄で調査をした道路建設構想に対して国が主体とならなかった例はありますか。確認します。してください。いや、それちょっとごまかしなんじゃないの。その整備手法について、調査の対象であると今おっしゃったわけですけれども、そもそも平成31年度の予算の目は、地域連携道路事業、地域連携道路事業費という目ですよね。この地域連携道路事業費は、個別事業実施に関わる測量試験観測設計点検調査とこう書いてあって、この調査の中に、事業手法、PFI とか PPP とか、それも含むんですか。これ多分第1回で配布させていただいた資料で、うん、地域連携道路事業費、個別事業、事業採択前、まあ、新規事業化する前、うん、実施にかかる測量試験観測設計点検調査とあります。調査で、この調査に関してですね、いわゆるまあここで整備手法というものも含むというふうに理解をしております。含むんですね。じゃあ、地元は PFI である PFI であるってずっと言ってたわけですから、じゃあ PFI でやってねということも調査の中には入るということになるわけですね。もし調査するとすればね、次の紙、すいません、前回第1回のヒアリングで提出した調査内容の中にですね、来年度の調査内容としましては会場部の概略構造の検討、新技術の開発や活用等も含むと
整備手法の検討と、この中には当然 PFI の活用とか、自治体がこれまで検討したことも、まあ、含めてちょっと検討をと、あとは地質気象海象などの調査といったようなもので、4000万円程度というふうに、見込んでいるところでございます。このそもそもこの下関北九州道路って1万4000キロの内数なんですか？内数ではありません。要するに、1万4000キロ今まで国が方針として掲げてきていた1万4000キロを超える、これ大変な事業に直轄で着手しようとされているということですよね。